うも皆さんこんにちは、ドレイクです。今回は日本のお菓子をレビューします。これは多分初めて食べる日本のお菓子ですね。それはこちらです。白エビあられの紹介です。富山湾産白エビ、国内水筒もち米使用って書いてありますね。これはアメリカでは売っていません。アジアンマーケットでは多分売ってると思うんですけど、これはアメリカで買ったものではありませんね。日本に住んでるおじいちゃんとおばあちゃんが送ってくれました。白はこういう感じですね。パッケージがなんかいいですね。すんごい美味しそうです。エビとかね、大好きなのでこちらは期待します。いい匂いです。こういう感じです。塩の香りがいいですね。でちょっと香りが香ばしいですね。いただきます。ちょっと食べて思い出したんですけど、これ過去に食べたことがあります。よくおばあちゃん家でおやつで食べたことがありません。餅の味がいいですね。餅結構大好きなのでこれはね、最高です。歯ごたえも結構好きだし、で食べるとなんか日本にいる感じがします。懐かしい味ですね。餅、エビどっちとも好きなのでコンビネーションが抜群です。テイストはもちろん100点です。味がいい、歯ごたえがいい、そして香ばしいから100点ですね。白エビあられの紹介でした。次回をお楽しみに。それではじゃあね。